お芋掘り嬉しいね。ここは役所から弥生地点で作って食べたらいけないので、ここは使えません。夏が来てセミが鳴く、水遊び元気だね。ここはまあ大丈夫かな。まだ何にもいないそうな子供たちの背景が変わってません。最後にもう私が余計な愚痴を言うよりも、やっぱり本当に感じてきた、荒尾俊介さんという詩人があります。安達太良の青い空、安達太良山という立派な山があります。この詩集読んだ時に、ああそっかと思って、これで私のしょうもないお話、余計なお話を締める、私で言葉で締めるというか、なので、この荒尾俊介さんの言葉で締めたいと思います。命、安心して空気を吸って、安心して食べ物を食べて、安心して子育てをして、安心して眠る。2011年に気がつきました。それがどんなにありがたいことだったのか、それがどんなに幸せなことだったのか、それを皆さんにも伝えたいのです。広大な宇宙、150億年の一点、40億年の命の歴史の中にある我々、安心して今日一日を丁寧に生きる、自分の他者の命を慈しみながら。もう一つ、見えますか。どうぞ福島に来てみてください。何事もなかったような福島ですが、あなたには見えますか。飛び交う放射線が、あなたには見えますか。子供が今食べてるものにあるかもしれない放射能が、何気ない日常の陰にどんな不安が渦巻いているのか、あなたには見えますか。低線量下で生活している人たちの心の中が、どうぞあなたの心の目で、科学の目で、見えない現実を見つめてください。荒尾俊介さん、以上で私の愚痴とお話を終わります。ありがとうございます。